ホーム級佐賀線用例番、ノリバートセタ駅は、福岡県三山市世田谷町下町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB22。旧、世田谷町の代表駅で、廃止された佐賀線等の発着駅でもあった。現三山市の代表駅でもある。以前は、特急、リレーツバメ号の一部列車が停車していたが、 現在は日中に停車する特急の運行はない。セタカ地区が矢部川に沿って栄えた町であることから、矢部川駅と命名された。セタカは、この地を流れる矢部川が背に阻まれて、非常に川の水が溢れやすい地形だったことからついた地名である。昔は、佐賀線のほか、私鉄である東小江鉄道も分岐しており、駅前には、柳川軌道も存在した。 開業当初の駅名が矢部川だったのは高瀬駅との混同を避けるためであった。駅名を矢部川から変更する際、新駅名を瀬高駅にすることが希望されていたが、やはり高瀬と混同を避けて瀬高町駅とされ、この駅は高瀬駅が玉名駅に解消された日に現在の瀬高駅に解消となった。なお、 世田谷山川温泉間のバス路線は2006年3月1日より JR 九州バスから参考バスに移管されたが2009年10月1日に廃止された。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。互いのホームは湖泉橋で連絡している。西側に駅舎がある。現駅舎は1979年6月に 改築された三代目である。2012年3月にバリアフリー工事が完成し、エレベーターが新設されたが、改正に伴い、2番ホームは、使用が停止された。JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は1081人で、あり、JR 九州の駅としては、 第158位である。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。史跡、名称、公的機関等を挙げる。ABCDEFGHIJKL、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百貨、2013年3月31日、21ページ。 ABC、福岡市店内各駅。JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月23日閲覧。日本経済新聞1987年2月3日。西部長感謝会面17ページ交通新聞。P1、駅物乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。 2020年9月5日閲覧、ありがとうございます。